はやっぱりバブルの直後なんで、バブルの時は内外価格差ってすごく言われて、うん、今ならスッと入るんですけど、多分その時代でその発想っていうのはみんな持ちたがってたんですよ。そうだと思います。うん、そうだ、さん今では想像がつかないと思いますけど、そういう時代もあったんですね。あの事件の時に結構ね、あの嘘情報が出回りましたね。はい、ちなみに新卒3年目で大塚家具に入られて、はい、そこからどういう 経歴というかどういう部署にいたんですか？一番最初はですね、経営企画に入ったんですけど、いきなりなんですね。はい、うん、っていうかもう結局知ってるじゃないですか、うん、みんな、まあね、あのなんとなくこう子供の頃分かっていて、うん、で大学の時も一緒に買い付けの旅行に通訳代わりに行ったりとか、で一緒にこうメーカーさんのところに行って仕入れをしたりとかしてるので、言ってみれば仕入れ先も分かってるし、うんうん、でお店もしょっちゅう出入りしてたので、うんうん、なんとなく分かってる。なるほど。で本社もしょっちゅう出入りしてたので、まあ、幹部の人たちとはもう顔見知りっていう状態だったんですよね。当時はちょうど急成長期でしたのでね、うん、まあ、さっき言った通り大型転嫁が進んでくる、うん、ちょうど良かったのは、うん、そういう、こう大型転嫁をしなきゃいけないというマーケットの変化と、うん、それからまあ規制緩和で、それとねすごく大きかったのはやっぱり円高ですね。当時すごかったですね。今は円安の時代ですけども、はいはいはい、輸入品の高級品がものすごく割安に手に入るっていう状況でしたから、で当時はやっぱりバブルの直後なんで、バブルの時は内外価格差ってすごく言われて、うん、同じものなのに外国ではまあ、例えば100のものが、うん、日本だと200だよね、うん、はい、日本ってすごい何でも高いよね、うん、っていうふうに言われてた時代、はいはい、皆さん今では想像がつかないと思いますけど、そういう時代もあったんですね。そうですよ、はい、僕も知らないけど今は多分日本が一番物価が安いっていうぐらいだと思いますけど、そうですね、めちゃめちゃ安いってね、はい、東南アジアより安いとか言われてますよね、うん、そうですね、うん、まあ、とんでもなくやっぱり日本の物価が高かった時代なのでですね、うん、で通常のお家に家具を買おうって言って買いに来た人が、うん、ヨーロッパ、アメリカのブランドのものが買えますよっていうのがちょうどその頃で、うん、なるほど、なるほど。でそれをどーっとやっぱり、もともと輸入品を、うん、入れられる、うん、取引も結構ありましたし、うん、なるほど。それからもう一つやっぱり春日部っていう先ほどの特性で、うん、問屋さん使わずに自分たちで問屋業もやるわけですよ、うん、倉庫を持って、うん、なので倉庫がありますから、うん、買ってきたものを入れられるでしょ。これ倉庫がないところだとコンテナ買いができないんですよね。そうですね。なるほど、なるほど。でそういうところでやっぱり大塚家具はこうメーカーから直にいつも取引を国内でもしてたので、輸入品入れやすくて、なるほど。でおかげでどーっとこう割安な高級輸入家具が入れられたというところが全部同じ時期に来たんですよね。なるほど。ですごくやっぱり売り上げが上がりまして、うん、私がその後10年間勤めるんですけど、うんうん、10年間の間で売り上げが3倍になりましたから、なのでかなり急成長で、経営企画に何年ぐらいいらっしゃったんですか？経営企画は最後までずっとやってて、ね、あ、ずっと経営企画ですか？兼任をしてたんですよ。なんかマーケとかそっちのも結構マーケティングもやりましたし、はいはい、それから経理部長もやりましたし、ほう、人事の中での採用と研修を分離して、うん、そこの責任者もやっていて、だから結局最終的には行かなかったところの方がもう本当一つか二つ。なるほど。じゃあもう大塚家具一番知ってますね。多分隅々までお父さんより知ってますよね、それ。あ、どうかな、父は自分で作ってきてますからね、うんうん、でもやっぱある程度大きくなってからだと隅々までこう実務的には目が届かないところなんかもあったかもしれないですけど、割とこう実務のところにこう入り込んでいたので、うん、なるほど、まあ、そういう意味では割と隅々まで物事とその人は知っていて、で、まあ、10年勤めて、うん、で一応まあ一通りの仕組みができたよね、うんうんうん、というところで、まあ、これ以上いても、うん、トラブルのネタになるのも嫌だなということで、うんうん、それで10年経ったところで区切りもいいしってことで辞めて、うん、多分それをみんな僕は知ってるんですけど、はい、辞めてないと思ってる人が多分多いと思うんですよね。あ、なるほどね。多分一般の人は、はい、そう10年で辞めてたんですね。辞めたんです、はい、で辞めてで自分の会社を作って、うんうん、でそれがクオリアコンサルティングっていう、はいはい、ちなみに大塚家具って上場したのっていいですか？1980年クリスが入る前です。前なんですね、はい、じゃあその後も IR とかもやられてたんですか？そうですね、私が入社したのが94年だから、はい、もう上場して十数年経ってたわけですけれども、うん、まあ、ちょうどそのバブル崩壊で売り上げがガーッて下がって、うん、でまあ店舗の入れ替えをするっていう時だったので、うん、大型化をしていかなきゃいけないと、うん、それ大型化しやすいですよね、うん、地価がすごく下がりますのでね、
でなので先に閉め始めたんですよね、店を、うん、早いですね。そうなんです、うんうん、まあ、そういう意味では本当先見の明があるわけですよ。もう一つはですね、やっぱり店舗ってあの時代時代で適正なフォーマット、うん、店舗の在り方って変わるんですよね、うんうん、でやっぱりね、買っちゃうとそこでずっと営業しなきゃいけないじゃないですか。そうですよね、リスクですよね。で営業しながら中を変えていくってすごく難しいんです、ね、うん、場所変えちゃった方が一番手っ取り早いというか、そうなんです、新しいフォーマットの店作って引っ越すっていう方が楽なんですよね。やっぱりそれはなんとなくその父もよく分かっていて、すごいですね、今ならスッと入るんですけど、うん、多分その時代でその発想っていうのはみんな持ち下がってたんですよ。そうだと思います。すごいですよね、うん、先見の目が。だから良かったのは、だいたいその、まあ、バブルに至るまでの高度成長期ってその含み益経営って言ってね、うん、土地を安く買って そ、ね、それのこう地価が値上がりするので、そのまあなんていうの、余力で借り入れをしてみたいなことをしてたんで、バブル崩壊みんな大変だったんですけど、あの店舗にはあの不動産には投資をしないっていう形 でやるんだったら倉庫だけ、なるほど、倉庫はまあ廃れることがないからっていうことでやってて、そこは本当に良かったと思います。なるほど、おかげでそのバブル崩壊後にあの思い切ったこう政策転換ができた。他もみんなもうね、土地の値段が下がっちゃって、で借り入れも大変になるとか、ね、そうですね。で、まあ、そういうところに私は、まあ、後から入っているわけですけど、うん、まあ、でもそういう考え方っていうのも家でも喋ってますから、刷り込まれてるわけですよね。なるほど、なるほど、そうですよね、はい、うん、なので、でまあ、そこから大型化していくところの、まあ、10年間を、うん、まあ、見て、で、まあ、辞めて、で本当はちょうどその頃にまた次のモデルにね、うん、さっき言ったように専門性を高めていくモデルに変えていくっていうところだったんですけど、ね、それ何年ぐらいですか。それがね、2004年に会社を辞めるんですけど、はい、まあ、今の若い方には分からないと思うんですけど、うん、まだねパソコンがそんなに普及してない時代だったの、90年代って ね、 全然普及されてないですね、まだね、はい、で一般の人が普通にパソコンを持つっていうふうになったのが98年ぐらい、うん、97年か98年、うん、あの Windows が出たあたりで、はい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 、でももうその頃っていうのはつまり大塚家具が当時やっていた顧客管理なんていうのはもうパソコンベースで相当できるようになっていて、ただあのやっぱり旧来型の重いその機関システムを持っていて、そことの連携があまりよくできてなかったんですよね。だけれどもあの新規でこう参入してくるあの新しい会社っていうのは最初からそういうのが、うんうん、入りますもんね、はい、なのであの1個しかお店がないような小さいお店でも顧客管理パソコンでやってる、うん、で前に何買ったかが分かる、うんうん、で大塚家具の場合は顧客管理は後からパソコンで入れたけれども、うん、何を買ったかの購入情報は機関システムに入ってた、なるほど、連結ができないと、はい、でそこを早くやらないとね、うん、なんていうことをやりたかったんですけど、うん、父はやっぱりその IT 系のところはね、あまりこう携帯電話も使わない人だった。なるほど、そう。ここもやっぱり今だと時期尚早、理解が得られないなと思いましたし、まあ、トラブルになるのも嫌だなっていうことで、まあ、一旦やめてそこに出て。なるほど。でそしたらちょっといろいろあってですね、またまあ、ちょっと不祥事的なこともあって、5年後にまた大塚家具に戻ってくださいと言われて、それ誰に戻ってくださいと、これ父に言われたんですけど、ちょっとやっぱ体調も悪かったりしたので、まあ、戻ってくれないかという話だったんで、戻ったんですけど、ちょうどそれがリーマンショックの時だったんですよ。もうすごい時にそれでなんかもう戻る前に赤字になっててですね、別に悪いことしてるわけじゃないですけど、ちょっと汚れ仕事というかね、まあ、そういうところはやって、で、きれいにして引き渡すっていうことでね、っていうイメージ。その戻った時のポジションはどこで戻ったの？戻る時は社長で戻ってくれって言われて、じゃあもう戻った瞬間にも社長になってたんですね。だから最初1年間顧問で戻って、そして、社長になると。それで一応だから 2,3 年で、まあ、その後だからリーマンショックの後って震災があったりとかいろいろあってですけども、でもまあ、 黒字になって、うん、はい、でこれからいよいよ成長戦略でそのシステム関連、うん、新しい時代にでもちゃんとこう稼げる大塚家具みたいな感じでやり始めたんだけれども、ちょうど5年を過ぎたあたりで、私が戻った時に実は弟がですね、ちょっといろいろやっぱり あって出ちゃってたんですよね、会社を。あ、もういなかった時に私戻ったんですよ。なるほど。まあ、でもどうせ戻ってくるだろうなと私は思ってたので。あ、なるほど。で、まあ、そのための準備いろいろとは思ってたんですけど、戻ってくる時に今までと同じ状態の会社にも戻りたい気持ちっていうのはありますよね、うん、まあそうですよね、うん、はい、
なのであのいやちょっとだからそういう、 こう変化が全部終わってから戻ってもらった方が本当はねって思ったんですけど、 そうですね、まあ、そうこうするうちにいろいろ父もこう引退後のこととか考え始めたりとかですね、いろいろあってそんなことでですね、はい、あとはまた一体皆さんがご存知だから、うん、多くの方が知らないのはあの10年勤めた後に、うん、まあ、自分の会社5年やった後に社長でまた戻ったっていうことは、まあ、ご存知ないかもっていうのと、あの事件があった時にすでに5年以上社長をやってましたってことも知らない方が、急になってるってみんな思ってると思います、うん、あそこでなったっていう人も結構ね、そうですよね、うん、あのそうじゃないんですよね、そうです、そこは違うと全然違ってきますよね、なんか、まあ、あの5年社長をやっていて辞めろっていうあの株主提案が父から出されたっていう流れでしたんで、なるほど。ちなみに勘違いしているところとかもあると思うので、なんか言いたいこととかあったら、それについて。言いたいことはね、あの事件の時に結構ね、あの嘘情報が出回りましたね。はい。それはちょっと言っておいてもらいたいなと。あの大塚家具、まあ、先ほど言ったように切りダンスから始まって、うん、こういいものをあの手に届くようにする、うん。今まで手が届かないなと思ってたものが手に届くようになる世の中がいいなっていうことで、うん、あのいいものを扱うんだけど割安に売ってたっていうことなんですよね。うん、で私はそれがやっぱり今でも正しいが、うん、はいはい、大塚株としてやるべきことだと思っているんですね、うん、そうじゃないのは他にやれるところがたくさんありますから、す、ね、わざわざあの、やる必要はないというところで考えているんですけど、うん、なぜかあの当時ですね、大塚家具がその安いものを売る方向に行って、安売りで高いものをやめて接客も全部なくして、安いものだけ、うん、もうこれからの時代は安いものしか無理だっていう風に多分マスコミになってます。そうなんです、そういう風に報道されたんですけど、僕もそう思ってます、はい、あの一度も言ったことないですし会社から出した資料にも何も書いてなくて、で当時何に書いてあったかというと、あの株主提案をした敵対していた人たちが出したプレスリリースに嘘が書いてあったんです、ね、なるほど、 でなぜかそっちの方がたくさん報道されてしまった。マスコミは面白いですね、まあ、そうですね。なのであのなので今でも大塚家具はいいものを扱ってますので、あの誤解のないようにあのお願いします。私も今大塚家具の人じゃありませんけれども、あのぜひそこは誤解のないようにお願いいたします。いやもうマスコミはバンバン言ってますね。今でも言ってて、今でも、うん、あの最近 の、 あの某経済系の新聞なんかを見ても一つしかないですよねそう書いてあったりして、何度もあれですよ抗議して、そのために一応修正はしてくれるんですけど、人が変わると、そう出ちゃったし、人が変わると同じこと書いちゃうんですよね。確かに、この今久美子さんが言ってるのが本当だっていうのが、何かって僕もそれですごい確かにと思ったのが、キリダンスの話とか大塚家具 の、 あの商品へのこだわりがもうすごいんですよ、まあ後で話しますけど、それを聞いたらあの安いものだけ売ろうっていう風な方じゃないんだなっていうのは多分わかると思うんで、そこが多分証明に多分なってくると思うんですよ、ね、そうですね、すごいですもんね、キリダンスの話とかのタウンの話とか、ね、ホラー映画の話も、うん、まだいらっしゃるんですか大塚家具。あ、私はもうね、辞めて今ちょうど1年半ぐらいですかね。山田電機さんに買収されたともちょっといらっしゃいましたもんね、顧問みたいな。そうですね、あの山田電機さんに今 51% 持っていただいてから、はい、で途中で辞めて、うん、でその後、山田電機が 100% 子会社にしたんですよね、うん、まあ、結局 100% になり、さらに吸収合併の形になりましたので、うん、なるほど、まあ、個人的には非常に残念、うん、それはそうですよね、子供の頃からずっと、はい、ちなみにあの山田電機さんに買収されて、もともと子供の頃からずっと大塚家具でやると、なんかこうしてほしいなとか、なんかありますね。まずいいものが作れるようにするっていうこと、でそれは長持ちする、手入れをしていけば長持ちするので、それをみんなで長く使って、で心豊かな生活をしていきましょうよっていう、なるほど、その生活についての考え方を、広めていくのが大塚家具的なものなんです。山田電機さんよろしくお願いします思いがめちゃめちゃある、はい、これからの本当に時代は特にそれが重要だと思いますから、ね、はいはい、なるほど、今日こだわりがすごいんでいろいろ聞いていきたいなと思います。霧とは何かっていうところですよね。収納のプロに、まあ、人生より豊かになる収納の仕方とか歴史とか、やっぱさっき話聞いて